これからエフェクターを買おうと思っている方も、今すでにマルチエフェクターやコンパクトエフェクターをいくつか持っている方にもおすすめするエフェクターです。こんにちは、柴田です。今日はこちら、 Zoom MS50G を僕が初心者の方へ勧める理由をお話しさせていただきたいと思います。この MS50G はですね、僕の動画でかなり頻度高く出てくるんですけれども、最近はですね、初心者の方にこれをお勧めしております。このエフェクターはですね、非常にたくさんいいところがあるんですけれども、その中でですね、5つ今回は特にお勧めする部分、初心者の方へなぜ僕がお勧めするのかっていうのを5つにまとめてまいりました。では早速1つ目なんですけれども、1つ目は価格帯、かなり程よい価格になっておりまして、 Amazon で8800円税込みで購入することができます。初心者の方が突然ですね、何十万円もするエフェクター買うのはどうかなっていうところと、逆にあとは安すぎてまた全然使わなくなってしまうのもどうかなっていうところで、程よいですね、8800円、このお手頃な価格っていうのも魅力の一つです。2つ目は使用方法が非常に簡単と。昔のマルチエフェクターはですね、結構こうモニターが非常に小さくて数字しかないとか、もう今どこを見てるのかっていうのが分かんないような機種が多かったんですけれども、これはですね、このサイズにしてこの液晶のサイズということでですね、もう一発で何を使っているのかっていうのがすぐ分かります。そして押せば光がついて、今どのエフェクトがオンなのかっていうのも一発で分かります。当たり前のようなんですけれども、実はですね、マルチエフェクターっていうのはそこが一番分かりづらくて使用してないっていう人が多いくらい、使い方が簡単か難しいかっていうのは非常に重要な要素なんです。 MS50G に関しましては、多分ね、初心者の方でも買ったその日から普通に使用することができると思います。そして3つ目は音色が豊富で音の質も良いということですね。これもコスパにつながるんですけれども、もともとは100種類のエフェクトが使用可能でした。でそこからアップデートが可能になって、今は140種類のエフェクトを使用することが可能です。アップデートのたびにですね、また素晴らしいエフェクトが追加されていくので、そこも魅力ではあるんですけれども、常々質が良くなっていってますね。僕もですね、結構この音質チェックの動画たくさん上げているので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、一個一個のエフェクトの質が非常に素晴らしいです。例えば通常のマルチエフェクターでモジュレーション系だと、コーラス、フランジャー、フェイザーという感じで分かれてはいるんですけれども、各エフェクトが1音色ずつだったりします。なので決まった一つのコーラスの音をつまみをこういじっていろいろ変えていくんですけれども、これはですね、コーラスだけでも何十種類も入っていて、コーラスの質から選ぶことが可能です。なのでより細かくですね、自分の好みの音色を探すことが可能になります。そして4つ目はモデリングが勉強になる。これはですね、もう初心者の方に限らずっていう感じなんですけれども、いろんな音色が入っているんですけれども、それがですね、元々のエフェクターをモデリングした音が入ってるんです。モデリングっていうのはですね、例えばこちら、ボスの OD-1 ですね。これが通常のコンパクトエフェクターになるんですけれども、これをデジタル化したモデリングがこの中に入っているんです。なので、そのモデリングを使用して、あ、OD-1 ってこういう感じのニュアンスなんだとか、あと歪みで言うと、あ、ラットってこういう歪み方するんだとか、ガバナーの歪みってこういう質なんだなっていうのとかをですね、疑似体験できるんですよ。 MS50G でたくさん疑似体験して自分の好みの質のエフェクターがあったとしたら、
そのエフェクターを実際に楽器屋に試奏に行ったりとか、これ一台でいろんなことをシミュレーションできて体感することができます。このモニターに映っているエフェクトの絵を見れば、何のエフェクトのモデリングかっていうのは一目瞭然なので、非常に勉強になります。そして最後5つ目です。5つ目は末永く使用することができる。これは最大の利点なんじゃないかなと思うんですけれども、なぜ末永く利用できるかというと、初心者の方の1台目としてももちろん進めているんですけれども、例えば初心者の方で、いやもうエフェクター1個買っちゃったよとか、いやマルチエフェクター買っちゃったよっていう方がいるかもしれませんが、2台目持ちとしても全然使えるエフェクターです。例えばもうすでに好みの歪みを買ってしまっているという方が MS50G を買ったとすると、ディレイで使用したり、コーラスで使用したり、 EQ として使用したりと、今持っている歪みと組み合わせて使用することができます。これはコンパクトエフェクターに限らずですね、1台マルチを持っていてペダル付きのマルチをもう買ってしまったという方は、そのマルチで歪みだったりとかメインの音を作って、こっちの方を空間系用で使用するなど、いろんな用途があります。この見た目通りですね、コンパクトエフェクターにもなるし、マルチエフェクターでもある。そして中身を常々変えることができるので、いろんなエフェクターに化けてくれます。これを1台エフェクターケースに置いておくと、レコーディングであったりとかライブの時に非常に重宝しますし、新しくエフェクトを買い替えるのではなくて、これをアップデートしつつ、いろいろなエフェクターに化けさせていくっていう方法で末永く使用していけると思います。という感じで5つお話しさせていただきました。これからエフェクターを買おうと思っている方も、今すでにマルチエフェクターやコンパクトエフェクターをいくつか持っている方にもおすすめするエフェクターです。ぜひぜひ楽器屋さんで試奏してみてください。あとたくさん僕動画上げてますので、そちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。